活性オデー。活性オデーとは、人為的、工学的に培養、育成された、高気性微生物群を含んだ、生きた浮遊性有機オデーの総称であり、排水、汚水の浄化手段として、下水処理場、死尿処理場、浄化層他で広く利用されている。活性オデーの他に浮遊物などを含んだ、廃棄物は、オデーとして総称される。活性オデーは、 下水中に存在していた微生物が有機物の分解や酸素の供給、抜気、抜気により爆発的に繁殖、増殖を行うことにより生じる。これにより、下水中の有機性汚濁が減少し、分離処理される。活性汚泥中では、細菌、菌類、原生動物、抗生動物など多様な生物種が互いに共生、捕食関係にあると考えられている。 これら微生物の代謝に有機物や一部の無機塩類が必要となることを要し、水中を抱く物質としてのそれらを酸化分解、または吸収分離することで汚水を浄化する。正常な活性汚泥では微生物の集合体が数ミリメートル程度の面屑状となり、水中を漂う現象が観察される。これをフロックと称し、その正常は下水処理場など、 工学的な汚水浄化を行う施設では、理上重要なポイントとなる。有機物を主体とする汚濁物質はまずフロックに物理的な作用で吸着された後、一部は微生物群により下水分解され、代謝系へ取り込まれると考えられている。活性汚泥の正常は多様で、色調一つをとってもオード色から黒褐色あるいは、レンガ色など様々であり、 その他の指標も含め、処理させている汚水の成分、季節、あるいは装置の運転条件によって変化する。時には、工学的な運転条件を維持できなくなるほどの変化を生じる場合もあり、活性汚泥法における重要な留意点となっている。工学顕微鏡で観察可能な原生動物、構成動物に関しては、管理指標として有用であることから、 かなり研究分類も進んでいて、親しみやすい名を持つ、釣りムシ、ゾウリムシの類もしばしば観察される。しかし浄化の主役である細菌に関しては、活性オ泥イに含まれるものの DNA を解析したところ、実に9割が未知のものであったとの報告があるなど、大部分が未解明である。フロックの主体となる細菌の集合体をズーグレアと称するが、 これは特定の種を示すものではなくむしろその形状に対する故障というべきである。基本的に種の同定に重要な分離培養が多種と共生関係にある生物では困難であり、活性を例中ではこの共生関係にある生物が多いためと推測されている。それでも一部の細菌種については処理状態の指標とするために検出キットが開発、販売されるなど、 解明の努力も進められている。活性汚泥を用いた排水処理を一般に活性汚泥法と称する。微生物に酸素を与える方式によっては一時的にあえて与えない手法と活性汚泥を水に混合し、その後分離する工程の形態により分類されている。酸素を与えるための水槽をッ気槽、または高気槽と呼び、方式あるいは製造者により多様である。 鉄筋コンクリートや、広範性の水槽、ッキ層中に活性汚泥を入れ、送風機で空気を送り込む。そこから気泡が出る、干渉魚用の水槽に似ている。ここへ汚水を少しずつ流入させれば、汚水に含まれる、汚濁物質が微生物の餌となる。流入した汚水と同じ量だけ、活性汚泥を含む水が溢れ出るので、別の水槽に流れ込ませる。これを沈殿層、沈殿池と呼び、 活性オデイは、比重が水よりやや重いため、そこへ沈んでたまる。これをポンプなどで、爆気層へ返す変装オデイ。これらを連続して行えるように設計された一連の設備を用いる。活性オデイ法の計画、運用に際して、シミュレーションに用いる数学モデルを ASM 活性オデイモデルと称する。岩によって提唱された。 1986年に炭素及び窒素をシミュレーション対象とした ASM1、1995年にリンを含めた ASM2、1999年にはより詳細なリンの分離シミュレーションを行う ASM2D 及び汎用的にモデルを修正していくための ASM3 がそれぞれ岩から公表された。実施にあたっては ASM を組み込んだ。 民間性の維持管理ソフトが広く利用されている。活性汚泥は酸素を呼吸する高気性生物を主体にしているが、酸素が欠乏した時に別の物質を呼吸し、代謝を行う、嫌気高級能力を持つ細菌を選択的に増殖させることで、有害物質である無機窒素化合物を還元し、窒素ガスとすることが可能である。これを生物脱窒素法と呼ぶ。 また、高気性微生物が酸素が、欠乏状態から、元の高気性状態に戻ると、酸素欠乏状態で消費したエネルギーを蓄え、戻そうとして、リンを、アデノシン酸リン酸、ATP として過剰に摂取することを要し、リンを分離する処理法もある。これらも、活性汚泥法の一種であり、より高度な水処理を行うことができる。参考、クエン酸回路。 有毒な物質を大量に与えると活性汚泥は活性を失い時には死滅する。しかし少量ずつ次第に濃度を上げて与えることで重金属やシアン、化学薬品などに耐性を持った活性汚泥が育つがある。これを順用または順値と呼び特に工場排水処理で重要である。活性汚霊中の生物症が変化し耐性菌が増殖するためで 場合によっては有毒物質を餌とする鹿の能力を持つ禁酒が得られることもある。しかし生物種の多様性に劣り環境条件の変化に影響されやすいため注意深い管理が必要となる。有毒物質に限らずある素性の汚水を処理していた活性汚泥を大きく異なる素性の汚水処理に使う場合は程度の差はあるが順用が必要となる。 例えば、排水の栄養バランスが偏っている場合に、栄養剤としてメタノールを与えることがあるが、その場合はまずメタノールに対する巡洋が必要となる。活性汚泥法により汚水浄化を行うと、除去した有機物の50%以上が微生物を含んだフロックとなり、余剰汚泥と呼ばれる汚泥を発生させる。日本における産業廃棄物の44.5%は、 余剰おでである。処分するためには脱水、焼却処分、運搬と多大なエネルギーが要される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。